イドルグループ、フルーツジッパー、フルーツジッパーが24日、都内で、フォトブック、フルイ、TS ジッパーパーフェクトブックフルパーの本ボリューム1の発売記念記者会見を行った。サプライズで、デビュー1周年を祝うケーキを贈られた、フルーツジッパーすべての写し、間を見る、3枚同グループは、2022年4月に、デビューした7人組アイドルグループ。代表曲、私の一番、可愛いところが TI、クティックで7億回再生され、話題となった。デビュー1周年を記念して作られた、今回のフォトブックについて、メンバーの鎮西鈴鹿、鎮西、鈴鹿=24は、フルーツジッパーだけの本を出していただけて、メンバー全員を喜びで、衝撃的だった。こんなにも早くに、素敵な本を作ることができて嬉しかったと語った。鎮西鈴鹿すべての写真を見る、3枚また、グループとして今後叶えたい夢を聞かれると、メン、バーを代表して鎮西が、紅白からのコーチェラ、米国最大の音楽フェスに出演します。と堂々宣言。大先輩のキャリーパミューパミューさんも先日出演されていい、他を見て、メンバーと一緒に出たいねと言っていた。私たちは、原宿から世界へというのを、コンセプトに掲げているので、まずは日本で、紅白か、合戦に出演してから、コーチェラに出演するという大きな夢がありますと野望を明かした。